健康と心孤独学園の田塚と申します。えっ、ー、と、我々の教室は、えー、こういうメンバーで古川教授をはじめとして、こういうメンバーでやっております。あのー、この春に大学院生がごっそり卒業したので、今、現時点では、えー、m p h の学生が1名を呼るだけです。えー、担当教授は古川教授です。えー、バックグラウンドは精神科医で、えー、専門、 としては、ゲート的レビューとメタアナリス、ランダム化比較試験、メタ比較研究といったこと。まあ、精神科ですので、うつ病不安障害中心ですがけん、えー、教室全体の研究テーマとしてはいろんな、えー、疾患について扱っております。本分野は、臨床 EBM と認知行動療法を両輪として、まあ、認知と行動等を変容する実践的かつ実証的な研究を行っています。教室の研究テーマとしては大きく3つに分かれます。えー、まず、えー、1つ目がランダム化比較試験ですね。えー 東京室の特徴としては、スマートフォンを利用した認知行動療法に関して大規模な RCT を行っています。先日までは、この大学,大学生に対してこういうスマートフォン認知行動療法を行った RCT を行い、あの論文として発表しております。で引き続きまして、この成人全体に向かってこういったもっと大規模なスマートフォン RCT を今準備しているところです。それ以外にも、 大学院生がそれぞれのテーマとして RCT を実施していますので、大学院生がしたいという RC に対して我々も指導しているというところです。ちょっとこの研究に関して簡単に説明しておきますと、このレジトレという研究は、こういったキャラクターと心博士、 とか、実際にやり取りする中で、認知行動療法を勉強しながら身につけていくと。そして、この認知行動療法の5つのこのスキルのうち、どの、どれが有効か、どの組み合わせが有効かといったことに関して、2×2 要因でム割比較試験で検証するということが、えー、一番の目的です。これは RCT に関すること。それから次、2番目、メタアナイスですね、まあ。いわゆる通常のメタアナイスに加えて、もう最近よく行われているネットワークメタアナイスとか、さらに個人データメタアナイス、要素メタアナイスというものも行っています。 ネットワークメタアナリスに関しましては、さまざ、あ、まなテーマについて、まあ、これらの大学とのまさにネットワークがありますので、世界と共同研究を行っているということです。3つ目のテーマ、メタ医学研究。これはもうすでに発表されている論文を用いて、その研究方法論を研究する研究だと。えー、こういったようなテーマで行っています。さまざ、あ、まなテーマがえー考えられますので、また一緒に考えていきましょう。では、求め大学院生としては、まああの こういった、えー、実際に心理的公的介入を応用する研究がないといった人を、えー、待っております、まあ。ご自身のテーマがある方もいいですし、またこちらで一緒に相談しても結構です。まあ、大学院生のバックグラウンドとしても,も様まですね、えー。医者だけじゃなく、いろんな職種が、えー、おります。 さて、えー、一緒に世界の臨床を変える研究、世界の研究を変える研究をしましょうということですが、今年はあの先ほど説明あった通り MCR コースのみ募集していますのでご注意ください。ありがとうございました。